はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ占いのコーナーの中でも、まあお得な情報をお届けするね、お得コーナーがあるんですけども、今日はですね、1泊130円で泊まれるホテルのお話をちょっとしようかと思います。これご存知の方あんまりいないんではないかなと思うんですけども、インターネット上で普通に募集してたんですよね。でこの度インターネットを通じての募集は終わったんですけども、電話をかけてみると相変わらず今でもね、有効だそうです。ちょっとね、文章を読みながら説明しますね。まあ中国から、そしてまたは韓国から近いということで、日本人よりも外国人観光客が多いのが九州の特徴なんですけども、その九州の福岡にあってですね、福岡空港から約8キロというね、好立地です。そこにあるビジネス旅館朝日ってところがあるんですよ。ビジネス旅館朝日です。動画の説明欄に、そのビジネス旅館朝日の URL 載せておきますので、その中から電話番号を拾って連絡してみてください。こちらはですね、1泊130円で1ヶ月泊まっても4000円前後で泊まれるっていう超お得プランなんですよね。この1泊130円ってのはおそらく1ドルっていうことなんですよね。1ドル前後ってことなんだと思います。でただしね、これ条件があるんですよ。泊まってる様子をインターネットで放送してくださいっていうことです。どのぐらい放送すればいいのか、どれを放送すればいいのか、人を映すべきなのか人じゃない方がいいのか、この辺の詳細はビジネス旅館朝日に直接お問い合わせくださいということでございます。まだね、お問い合わせできますんでね。でもね、考えてみると1泊130円で泊まれるってことは、 YouTuber さんにはね、願っても叶ってもないような宿泊条件ですよね。例えば1ヶ月連泊してずっと1ヶ月130円で泊まりながら、その模様をライブ放送するっていうのも OK だと思うんですよ。まあ私なんてもう完全に使えますね。毎朝放送してるわけですから、この毎朝の放送、YouTube を通じて、もしくは Facebook を通じてライブ放送してるところを、まあずっとやっていけば、やってる限りずっと130円で泊まれるということですよね。すごいですね、これ。だからね、1年間で5万円弱の宿泊経費ということですよね。すごく美味しいなと思います。それでは動画説明欄からお問い合わせください。失礼します。